前田は若手時代泣きなしのお金でプロテインを買ってコーラの瓶に特製ドリンクを作り保管していたが、勝手に誰かに飲まれたので頭にきて特製ドリンクに尿を入れ保管をし犯人に飲ませたことがある。西村はニューヨークで野球観戦をした後尿がしたくなりビルの間で立ちションをしてしまい、ニューヨーク市警に逮捕されたことがある。サッカー界のスーパースターデルピエロは新日本プロレスの大ファンで知っている日本人を聞かれ、中田英寿と木村健吾と答えた。そのエピソードを聞いた木村健吾は、デルピエロ？サーカス？と答えた。藤浪はデルピエロにドラゴンスリーパーをしたことがある。